さん、食べ物だけはいまいちのイギリスでも、うん、有名なのはフィッシュ&チップス、うん、簡単に言えば白身魚の天ぷらにポテト添えです。チップス、つまりポテトフライは日本のご飯と同じく主食なので、フィッシュ&チップスは天丼みたいなものです。なるほど。イギリスではどこに行っても食べられましたが、うん、美味しいと評判のお店や屋台は大行列になっていました。日本ではケチャップやマスタードソースをかけるのが一般的ですが、現地ではモルトビネガーをチャーバチャーバかけて食べる人が多かったです。これが現地のビールと当たり前ですが合いましたね。カラッとした気候のイギリスではお店よりも屋台で買って屋外でやるのが最高でしたよ、うん、というメールです。この M-WAVE のある、はい、まあ、千代田通りか、はい、そこにさ、それ系の店があったのさ。へえ。あれをモルトビネガーかけてさ、ギネスビール飲みながらフィッシュ&チップス食ったことが何回かあるよ。いいじゃないですか。なんかね、こじゃれたね、イギリスっぽいね、バーだったな一応ね。そういうのがあるんですね。あったんですね。そうか、白身魚の天ぷらにポテトフライを添えた、ね、それフィッシュ&チップス。なんかチップスっていうとさ、ポテトチップの硬いさ、パリパリをさ、イメージしたけどね、いわゆるフライドポテトなんだよね。そうだよね、フレンチフライだよ、うんうんうん、これはイギリスのお話ですけど、うん、私天ぷらでオクラの天ぷらが好きなんですよ。オクラの天ぷら、おお、ネバネバ系が好き。うん、ネバネバ系が好き、うん、でもなんかそのオクラの花、うん、お花を天ぷらにするみたいな、これイタリアとかではよくある話なんですって、うん、オクラの花ね、白いんだっけ、オクラの花、うん、なんか黄色いよね、黄色っぽいの。そう、イタリアは例えばズッキーニの花とか、うん、そう、そういう花びらを天ぷらにして食べるっていうのをなんか前聞いたことがあって、あんまり花とかね、食べられる花ってね、そうだね、出てきてるもんね、よくサラダとかだったりとかもね。野菜の系の花とはなんか食べたこともないよね、うんうんうん、でもイタリアは、ね、花びらを天ぷらにしてさっと揚げて食べるっていうのを聞いて、わあ、なんてやっぱイタリアおしゃれと思いましたけどね。まあ綺麗だろうね、見た目、うん、いいね。ね、だから今度オクラの花とか、うん、ズッキーニの花とかの天ぷら食べてみたいなって思っちゃいました ね。どっかでやってくれるもん、うん、海外つながりの話でした。